次に石川香織さん。石川さん。立憲民主党の石川香織です。よろしくお願いいたします。まず法案の審議に入る前にですね、本日の新聞などでも報じられておりましたが、昨日総務省が公表しました2022年10月1日の人口推計ということですけれども、日本の人口が12年連続で減少をして1億2494万7000人になったということでした。で、生まれた子どもの数が亡くなった人の下回る自然減は過去最大の73万1000人ですね、ということになって、少子化、人口減少に歯止めがかからない状態になっています。で、通告はしていないんですけれども、総務大臣ですね、この日本の人口推計の結果を見ての受け止めをまずちょっとお伺いできればなと思います。松本総務大臣。やはり人口減少が、我が国社会に与える影響は大変大きいということで、政権としても少子化対策をはじめさまざまな政策に取り組んでいるところでございます。もちろんそれぞれの方が子どもを産む、作るかどうかというのもそれぞれのご判断でありますけれども、私どもとしても子どもを持とう、作りたいという方々がぜひその希望が叶えられるような環境整備に努めていくことが今最も大切なことではないかと思って政策を推進してまいりたいと考えております。石川さん。はい、大臣ありがとうございました。この都道府県別で見ますと、沖縄県はですね、1972年以来、日本に復帰して以降初めての人口減になったということ で、増加したのは東京都のみだったということです。で、文字通り東京一極集中という構図になってしまっているということと、あとですね、市町村別で見ますと独自の対策で人口を増やしているというところもありますので、そうした取り組みもお手本にしつつ、さまざまな検証をしてですね、なんとか人口減少を食い止められるようにですね、また総務委員会でも質疑の中で取り上げられていくかと思いますが、ちょっと冒頭触れさせていただきました。で、それでは法案に入っていきたいと思います。で、会計年度任用職員の処遇に関しては、これまでも総務委員会でたびたび質問してまいりました。で、改めてですね、この会計年度任用職員の方々、どれぐらい貢献をしてくださっているかと言いますと、2020年の総務省の調査によりますと、自治体で働く会計年度任用職員の方々、全国で約70万人ほどいると言われております。実に行政に関わる仕事をする人の4人に1人が会計年度任用職員だということになります。で、職種別で見ますと、消費生活相談員、学童指導員が9割以上、図書館の職員が7割以上、学校給食関係職員や保育士も非常にこの会計年度任用職員の方の割合が高くなっています。で、専門的な知識や経験を有する職員の方も多く、多種多様な人材が地方行政の重要な担い手として、それぞれの現場を支えているということです。で、常勤の職員の同様、地方行政の場にはなくてはならない存在で、にもかかわらず、これまで同一賃金、同一労働同一賃金からはですね、程遠い実態であったと。で、こうした現状を変えるために、これまでさまざまな要請活動もですね、されてこられた、今日は当事者の皆さんもですね、朝から傍聴していただいておりますけれども、そういった意味で、今回の法改正は非常に意義深いものになると思いますが、順次、質問させていただきたいと思います。で、まず、国の非常勤職員については、すでに勤勉手当が支給されていると思いますが、現在の支給状況について確認をさせていただきます。人事院薬伝給与局次長。お答え申し上げます。国の非常勤職員のうち委員顧問参与等以外の非常勤職員の給与については、給与法第22条第2項におきまして、各庁の庁は常勤職員の給与との健康を考慮し、予算の範囲内で給与を支給することとされております。期末手当及び勤勉手当に相当する給与につきましては、人事院が発出している非常勤職員の給与に関する指針におきまして、任期が相当長期にわたる非常勤職員のうち、常勤職員と職務、
勤務形態等が類似する非常勤には、非常勤職員には、常勤職員に支給する期末手当および勤勉手当にかかる支給月数を基礎として、勤務期間、勤務実績等を考慮の上、支給するよう努めることとしております。昨年、人事において、この指針の取り組み状況の確認を行いましたところ、各省における勤勉手当に相当する給与の支給については、おおむね適切に実施されていたところでございます。石川さん。はい、おおむね、順調にということでしたが、会計年度任用職員のことについてお聞きしていきますが、すみません、人事院の薬田次長ですね、退席いただいて結構です、ありがとうございます。で、会計年度任用職員の期末手当 などの経費について、これまではその新年度の施行に伴う費用を含めて、地方財政計画において計上されて、この措置が講じられてきたと思います。で、令和2年度には、1738億円、令和3年度には2402億円、で令和4年度からは、一般行政経費の枠の中で、制度の運用に必要となる財源を確保しているということをされております。そして今回の会計年度任用職員への勤務手当の支給について、必要な経費でありますけれども、先ほども少し似たような質問あって、大変、重なるところもあるかもしれませんが、当然しっかりですね、適切に財政措置なされるべきだと考えております。で総務大臣にお伺いいたしますが、経費をどの程度見積もっているのかということ、それから今後のスケジュールも含めてですね、もうしっかり財政措置をしていただくという決意も含めて、ぜひご答弁いただければと思います。松本総務大臣。会計年度任用職員に対する勤勉手当につきましては、法案が成立した際に、各自治体において適切に支給される必要があると考えております。勤勉手当の支給見込み額ということでございますが、令和3年度決算統計における会計年度任用職員の期末手当支給額をベースに、機械的に試算をすると総額で約1500円と見込まれる、先ほど答弁を申し上げたところでございます。勤勉手当の支給につきましては、必要な経費について、支給に向けまして、今後各自治体に対して調査を行うことを考えておりまして、その結果も踏まえて、地方財政措置についてしっかりと検討してまいりたいと思っております。石川さん。はい、機械的に計算ということで、1500億円。というご答弁でしたが、これから調査が始まるというわけですので、しっかりですね、実態に即した財政措置をしていただけるようにですね、これもお願いをしたいと思いますが、で令和2年度の会計年度任用職員制度の施行状況などに関する調査というものがあったと思いますが、会計年度任用職員制度の導入に伴って、給与水準が制度導入前の報酬の水準に比べて減額になってしまった職種があるというふうに答えた団体が703団体、これ全体の 23% になりますが、ありました。で中には期末手当を含めた年収ベースと比較をして、制度導入前の報酬水準と、同じぐらいになるように給料を減額したという事例も実際に見受けられたということで、こうしたことは当然趣旨と制度に合っていないということで、まさに本末転倒であると思いますし、是正すべきだと、これまでも委員会で指摘をしてまいりました。で今回の勤勉手当の支給にあたっては、こうしたですね、給料や期末手当などの減額がなされず、勤勉手当の適切な支給による処遇の改善が進むように、団体等にもしっかり念を押していかなければいけないのではないかと思いますが、そのことについて、国からどのような対策が取られているか、大臣にもう一度確認させていただければと思います。松本総務大臣。はい、まず、先ほどの質問につきまして、大変申し訳ございませんが、勤勉手当の支給見込み額について、総額で約1500億円と見込まれると申し上げたつもりでございますが、億が抜けてたようでございますので、改めて総額で約1500億円と申し上げたいと思います。でただいまのご質問でございますが、会計年度任用職員の処遇については、令和2年度の制度導入により、期末手当の支給を可能とするなど、処遇の改善に取り組んでて、来たところでございまして、私ども目指す方向は処遇の改善でありますので、制度施行時から単に財政上の制約のみを理由として新たに期末手当を支給する一方で、報酬や給料や報酬を削減することがないよう、これまでも
重ねて助言してきたところでございます。総務省としては、法案が成立した際には、先ほど申し上げましたように、地方財政措置についてしっかりと検討を行うとともに、各自治体に対しては、制度の趣旨に沿った運用となるように、改めて助言などを行い、会計年度任用職員の処遇の改善が図られるよう、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。石川さん。はい、もう目的は処遇改善、今、大臣もはっきりと言っていただきました、この新たな制度によってですね、財政上の理由で、これを減らされるとかですね、左右されるということはもうあってはならないということを改めてご確認していただきました。で引き続きですね、実態を見ながら、助言、必要に応じてですね、しっかり行っていただきたいと思います。で今回の法改正では、これまでの期末手当に加えて、短時間の会計年度任用職員にも、この勤勉手当を支給することが可能になると思いますが、施行後には、すべての会計年度任用職員に対して、常勤職員と同じ月数の勤勉手当を支給すべきと考えますけれども、この点について総務省の見解をお伺いします。大沢自治行政局公務員部長。お答えいたします。会計年度任用職員のまず期末手当については国の非常勤職員の取り扱いを踏まえまして継続して6ヶ月週 15.5 時間以上勤務するものを支給対象とするというのが基本でございまして法案が成立した場合は勤勉手当の支給も同じ考え方になります。その上で会計年度任用職員に対する勤勉手当につきましては常勤職員との健康を踏まえましてその支給月数を基礎として勤務実績等を考慮の上支給することが適当であるというふうに考えております。石川さん。はい、これまで同一労働同一賃金そして公平であるべき制度ということで、求めてまいりましたけれども総務省の調査によりますとパートタイムの会計年度任用職員の勤務時間の設定についてですね勤務時間が37時間30分以上のフルタイムより1日15分だけ短い職の任用団体の数というのが1161団体、前回の調査よりも12団体減少したということになっておりますが、いまだに1161団体あるということで、任用件数は56,573件、これは911件ですね、増加前の調査よりもしてしまったということで、つまり今もなお5万6000人以上、こういう方がいらっしゃるということです。で勤務時間の設定につきましては、業務内容に応じて勤務時間を積み上げた結果だというふうに答えた団体が最も多くなってまして、シフトであったり、勤務体制、それから施設とか窓口の運用時間などを考慮して設定しましたと回答している団体が多いとの調査結果が出ております。で勤務時間の設定について総務省はフルタイム勤務とすべき標準的な仕事の量があるにもかかわらずこうしたパートタイムの会計年度任用職員として位置づけること自体を目的として勤務時間をそのフルタイムよりわずかにですねちょっとだけ短くするというこういう設定は適切ではないということはもうそもそも通知をしております。しかし実際にはこういうことがまだまだ5万6000人以上ですねあるということでこれも明らかに不適切な運用ではないかということで是正する必要があるのではないかと感じております。でこういった不適切な運用に関してですね総務省からどのような助言などを行ってきたのかお伺いいたします。大沢自治行政局公務員部長。お答えいたします。会計年度任用職員の勤務時間はその職務の内容や標準的な職務の量に応じて適切に設定することが必要であると考えております。ご指摘のとおり1日あたりフルタイム勤務との勤務時間の差が15分以内というふうになっているパートタイム職員の状況については毎年度調査を行っておりまして該当する自治体からはその理由として勤務時間の積み上げであるとか施設の運営時間等を考慮しているなどの理由が挙げられているところでございます。総務省としてはこの点先ほど委員からもご紹介がありましたようにフルタイム勤務とすべき標準的な職務の量がある職についてはパートタイム会計任用職員として位置づけること自体を目的として
勤務時間をフルタイムよりわずかに短く設定するといったことは適切ではないこと、またフルタイムよりわずかに短い勤務時間を設定することについては一般的に理解を得られる相当の合理的な理由があるのかを改めて検証の上慎重に判断する必要があることなどについて昨年12月に発出した通知も含め重ねて助言をしてきております。我々といたしましても今後も引き続き調査を行いながら実態を丁寧に把握をしてヒアリングの機会などもございますのでそういった場を活用して適正な任用が確保されるよう取り組んでいきたいと考えております。石川さん。はい、今後もですね、ぜひその団体とかですね、勤務実態の把握も含めて、こうした、不公平な運用にならないようにチェックをし続きしていただきたいと思います。で、会計年度任用職員の皆さんは本当に行政サービスにおいて、もうなくてはならない存在で重要な存在であるということはもう誰もが認めるところだと思います。で、その上でこの社会での多大な貢献であったり職場のその頑張りとかですね、これがきちんと評価をされて、働き続けられる制度の実現というものを目指していかなければいけないと思いますので、そういうことについてもですね、心からお願いを申し上げたいと思います。それでは続いて地方議会の課題についてお伺いをさせていただきたいと思います。で、先ほどからも他の委員からも質問がございますが、地方議員のなり手不足、これ非常に課題です。で、まず立候補したいと考える、熱意のある方が感じるハードルを少しでも下げるということは重要だと思いますので、立候補環境の整備ということについて聞いてまいりたいと思います。で、この答申の中でさまざまなやり取りがあったとかと思いますが、今年の1月および3月に尾身副大臣がですね、経済団体の担当者の方と面会をいたしまして、この勤労者の地方議会議員への立候補のための環境整備について、要請を行ったというふうに聞いております。で、まず、経済団体の反応はどのような反応だったのか、それからこの要請を受けて経済団体では何らかの対応が行われているのかなどお伺いさせていただきたいと思います。尾身総務副大臣。お答えいたします。地方制度調査会の答申では、会社員が立候補しやすい環境整備について、立候補に伴う休暇制度などの法制化は有効な方策だが、事業主負担や他の選挙との均衡といった課題があるとの指摘がなされました。その上で、まずは各企業の就業規則において立候補に伴う休暇制度を自主的に設けることなどを要請していくことを検討すべきと提言されました。また、昨年の臨時国会で議員立法により成立した地方自治法改正の不足においても、政府は事業主に対して自主的な取り組みを促すこととされております。これらを踏まえまして、今委員ご指摘のとおり、私自身が本年の1月と3月に参議長会の皆様とご一緒に経済団体を訪問させていただきまして、直接要請を行ってまいりました。具体的には、各企業の状況に応じて就業規則について必要な見直しなどを行い、立候補に伴う休暇制度を設けることや、立候補した勤労者に対して解雇や減給などの不利益の扱いをしないこと、議員との兼業副業を可能とすることについてのご協力をそれぞれお願いしたところでございます。経済団体の皆様方からは、中小企業では立候補休暇を認める場合に人繰りや社会保険料の事業入手負担などに懸念があるということ、休日夜間議会の活用など議会側の取り組みも重要ではないか、またその中でも女性の活躍というのは大変重要であるというようなご意見も直接伺ってまいりました。議員のなり手不足に対しての対応の重要性につきましては、皆様方にはご理解をいただけたというふうに私自身も受け止めております。その上で、各経済団体におかれましては、早速会員企業の皆様に周知を行っていただいたと伺っておりまして、今後各企業における自主的な取り組みが広がることを期待しております。石川さん。はい、ありがとうございます。詳しく答弁いただきました。確かに人手不足もありますので、人員の確保であったり、あと社会保険料の負担など、こうした懸念は当然企業側にはあるだろうというと思います。で、選挙ではよく、退路を断ってという言葉が使われますけれども、退路を断って挑戦するというのは並々ならぬ熱意とか決意を感じる一方で、現実的には後ろ盾がない非常に不安定な立場であるということも言えると思います。で、幅広い人材を集めるためにも、
さまざまな方の挑戦を後押しできるような、会社に席を置きながら立候補することができると、議員として活動することができるということを当たり前の流れにしていくのかどうなのかというのは、今後のテーマになるかなと思います。で、一方でですね、その企業側に理解を求めるということも分かるんですが、確かに議会でももっと何かできないかというご指摘もその通りなんではないかなと思います。で、オンラインの委員会ですね、まだ始まったばっかりということでもありますけれども、今後もいろいろ検証しながらですね、模索していく必要があるのかなと思います。すいません、時間がなくなってまいりましたので、次の質問、議員報酬についてですね、これもやはり議員報酬、なかなかそれ、議員だけでは生計を立てられないほど、低収入、低水準の地域もあるということで、人口規模が小さい自治体ほど、少ない傾向があるということで、この議員報酬が十分に得られていないという感じられることが、なり手不足の一因になっているのではないかということも、当然考えられるかと思います。で、これ、地方議員はですね、議員専業でやる方、それから他の仕事もやって、兼業でやる方もいらっしゃいますので、それぞれの働き方によって、議員も異なるということで、いわゆる相場というものを設定するのも難しいのかなと思います。またそのいわゆる都会の議員と、それから車がなければ移動できないような地方の議員でも、活動にかかるお金も異なるわけでありまして、地域の事情などもあるかと思います。で、地方議員もですね、議会の出席、それから行事の出席など、きちんとやり通すとすごく大変な仕事だと私も思うんですが、今、物価高などもあり、皆さんの生活が大変な中で、議員報酬を上げるっていうことも、これ、いろんな意見が出るのは当然だと思います。で、一番重要なのは、住民の理解を得た形で、その報酬改善を実現するため、国は具体的にどういうことができるかということだと思うんですが、このことについて、ご質問いたします。吉川自治行政局長。お答えいたします。議員報酬の額は条例で定められるというものでございますが、33時の地方税と調査会の答申において、特に小規模団体で議員報酬が低水準であることが、議員のなり手不足の要因になっていることが指摘をされております。また、議員の活動量と町の活動量を比較し、議会、議員が活動内容を明確に示すことを通じて、適正な報酬水準について議論を行っている取り組みもございまして、こうした取り組みを参考に、住民の理解を得ながら、報酬水準の在り方を検討することが考えられること、これも地政庁の答申で指摘をされているところでございます。総務省といたしましても、各議会において住民の十分な理解と納得を得るため、地域の状況を踏まえ、十分な審議を尽くしていただき、適正な議員報酬の額を定めていただくことが重要と考えておりまして、さまざまな取り組み事例の紹介など、情報提供を今後とも行ってまいりたいと考えております。石川さん。はい、この議員報酬についてですが、この議員報酬に関しての交付税単価というのは、下がっていた時期もあったんですが、令和2年度から実態を踏まえて上がっていると。で、今、今後、地方議員のなり手をですね、確保していくためにも、この地方財政措置は、これからもしっかり行われるべきだと思いますが、この点についてお伺いさせていただきます。原自治財政局長。お答えいたします。普通交付税の単位費用の積算に用いている議員報酬単価は、地方公務員給与実態調査結果等を踏まえて設定しております。委員ご指摘にありましたとおり、議員報酬の実態を踏まえまして、近年ではこの議員報酬単価も増額しておりまして、令和5年度においても前年度から増額しております。先ほど自治行政局長からお答えしましたとおり、議員報酬については、各議会において地域の状況を踏まえて十分な審議を尽くしていただいて、適切な額を定めていくことが重要と考えておりまして、これから自治行政局の方で、議長会と連携しながら、さまざまな取り組みの紹介など、情報提供を行ってまいるということでございます。従いまして、議員報酬に対する交付税措置につきましても、こうした動きや、議員報酬の実態を踏まえて、適切に対応してまいりたいと存じます。石川さん。
はい、ありがとうございます。議会についてお伺いしてきましたが、最後に投票のあり方についてもちょっとお伺いしていきたいと思います。今統一地方選挙始まっておりますが、4月の6日統一地方選挙の前半戦の期日前投票で、北海道の士幌町というところで投票所に行けない、高齢者の方々たちのためにですね、家の前まで来てくれる移動投票所というのを、北海道で初めて運行しました。道内では間違いなく初めてなんですが、全国でもかなり珍しい取り組みだそうです。今まで移動投票所はすでにやっていましたけれども、家の前まで来てくれるというところが、素晴らしいなと思っております。これでですね、高齢の方、足が不自由な方も含めてですね、後部座席に設けられた記載台で投票用紙を記入して車内で1票投じたということで、9世帯15人が投票したそうです。でケアマネージャーの方も同乗したりしまして、解除もしながら、無事に投票が行われたということですが、こうした取り組みをどのように評価しているか、最後に松本大臣にお伺いします。松本総務大臣。士幌町の移動期日前投票所の取り組みについては、高齢、障害者、障害等の理由により投票所までの移動が困難である等の一定の要件に該当する方の申し込みにより、申し込み者の個人宅前を巡回箇所に決定するという取り組みを実施されたものと承知しております。これは地域の事情を踏まえた自主的な取り組みと承知をしております。このような取り組みについてでございますが、一般論で議論をいたしますと、巡回を希望する有権者が多数になることも想定されること、必要な人員を確保し限られた期間内に確実に巡回できるのかなど、確実性や公平性の観点から難しい課題もあると考えております。一方で移動期日前投票所の取り組みや有権者の投票機会の確保の観点からは有効な取り組みである考えておりまして、総務省では各選挙管理委員会の取り組み事例をまとめた事例集を作成、周知し、横展開を図るとともに、財政面では国政選挙については全額国費で措置し、地方選挙については特別交付税措置を講じております。移動期日前投票所の取り組みが着実に増加するよう、各選挙管理委員会の積極的な取り組みを促してまいりたいと考えております。石川さん。はい、投票率を高める取り組みの一つとしてですね、さまざまな問題をクリアしながら、いろいろ広がっていけばいいのかなと感じております。じゃ質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。